ムハラムはヒジュラ歴における一番目の月の名称。次の月はサファルガツ。また、この月名から転じて、当月最初の10日間に行われる宗教行事を指す場合もある。アラビア語において、禁止を意味する語根に由来しており、この月の間における争いごとは宗教的に禁じられている。そのためラマダーンに次いで神聖な月とされ、ムスリムの中には、 ムハラム好きの期間中に断食を行う者もいる。ヒジュラ歴は完全な退院歴であるため、グレゴリオ歴の日付を基準に見た場合、毎年11日ほど早まっていく。ムハラム好きの10日目は、ヤウムアルアーシューラーないし、単に、アーシューラーと呼ばれ、断食食材の日とされているが、この日は、イマーム・フセインの準教日でもあることから、特にシーア派の信徒の間で熱心に、 宗教行事が行われている。この、フサインの死を追悼する、準教祭を指して、ムハラムという場合もある。また、断食の方法や技術など細かい点が、宗派により異なるが、この期間に、自発的な断食が行われる。シーア派の、主な宗派の信との間では10日目、日の出から日没までの飲食を控える断食が、行われる。 スンナ派の信徒の間では9日目もしくは10日目に断食が行われ、いずれの日に行うかは、各信徒の裁量に委ねられている。イスラム歴にはオケウルー法がいくつかあるが、ここでは年を30で割った余りがに、5、7、10、13、16、18、21、24、26、29となる年をウルー年としている。ありがとうございます。